安倍総理、先ほどからアベノミクスは成功している、成功しているということを、声高に言っておられますけれども、いや謙虚にですか、もちろんいい数字も出ておりますし、懸念するような人も出ておりますけれども、想定した通りにアベノミクスが言っているとすれば、私はちょっとそれは疑問符があるんですけど、言ってるんだとすれば、そのまま消費税というのは当然引き上げる環境が整うでしょうし、それを引き伸ばさなきゃいけないということであれば、やはりどこかに問題があったということになってくるんじゃないかなと思うんですが、この点はいかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。そもそも、いわゆる、アベノミクスと言われているこの3本の矢の政策はですね、デフレから脱却をして、経済を成長軌道に乗せていくという、政策であります。長い間ついてきたデフレからですね、脱却するのはそう簡単なことではないわけでありますから、今までとは異次元の政策を取ったところで、ございます。その中において、ではなぜアベノミクスが成功しているというか今のところ進んでいるかといえばですね、それはまさに資産効果をしっかりと発揮をしていくということについてはそれはできているわけでございます。それと同時に日本銀行が設定した物価安定目標に向けてですね、進んでいるのも事実でございます。一方では全てがこれは経済ですから生き物ですので、例えば反動減がありました。この反動減というのは一応想定の中ではありますが、想定の中では最も悪い数字に近いと言ってもいいかもしれません。同時にまたですね、輸出がですね、これを思うようには伸びていなかったのも事実でございます。そういうところは勘案しなければならないと思っております。またしかし消費税についてはですね、いわば強制的にこれは物価を上げていくことになるわけでございまして、強制的に上がっていく物価にはですね、我々の政策というのはそれはすぐには追いついていかないということはこの委員会でもう去年の段階から申し上げている通りでございます。しかし物価安定目標に向かって物価が上がっていくものにスピードに対してはですね、なんとかこれはもともと2年ぐらいで追いついていくというのが浜田先生たちの理論家の考え方でありますが、そこまでは待たないわけでありますから、我々はなるべく早くこの時差をなくしていくためにですね、しっかりと政策を打っていき、そしてまた制度主の会議もスタートさせ、賃上げには成功したところでございますが、しかし同時にこの消費税の引き上げによってですね、いわば消費あるいは購買力が減災されるわけでありますから、この計算はしっかりとしていかなければいけない。いずれにいたしましても、この今進めている我々の政策、いわゆるアベノミクスと言われている政策をですね、成功させて完全にデフレから脱却をしていく上において、果たして今消費税を上げるべきかどうかという判断は別途行わなければならないと、このように考えているところでございます。今井君。はい。まだ決めてないということでありますけれども、その際に私ぜひちょっと確認しておきたいことがありまして、安倍総理はですね、サミットやいろんな場で、財政規律を守るという国際公約をしておられます。で、一番手前で言いますと、ここに当面の今年の6月24日に出た財政経済財政運営と改革の基本方針2014を抜粋してきましたけれども、よく出てるやつです。国と地方を合わせた基礎的財政収支について2015年までに2010年度に比べ赤字の GDP 比を半減で、2020年度までは黒字ということでありますが、まさに来年度なんですね、2015年度に赤字を半減すると、2010年度が 6.6% ですから 3.3 以内にすると。で、今は政府の試算では現状の消費税を引き上げた上で現状の自然体でいけば、3.2 ぐらいなんですかね、大体目標は達成できるというふうな試算が出ていると思いますけれども、
消費税を引き上げる仮に引き上げないとすると、まあ、財源の結果ができるわけで、そうするとその分だけは剥げてしまうわけですけれども、どちらにしてもやはり上げるにしても上げないにしても国際公約をされているわけですから、これだけはやはり守らないと、それこそみんなが言っている国際市場が大崩れするとか、インターナショナルのマーケットからみんな信頼を失いますということを、まあ、マーケットに、まあ、皆さんおっしゃってますけど、私はこれさえ守っていれば担保できると思っているんですが、これを守らないということになると、すべてのものが崩れてしまいます。ですから、この2015年の GDP の半減というのは、今まで通りしっかり守っていくということをここでお約束いただきたいんですが、安倍総理大臣。その PB 目標でございますが、これは国際的にですね、これはいわゆる国際公約とは違うわけでありまして、国際経済ですから何が何でも絶対にという約束というのは果たせないわけでございますが、日本はそのために最大限の努力をしていくというコミットメントはもちろんしているわけでございますから、国際的なコミットメントをですね、しっかりと実現させていくために我々は最大の努力を払わなければならないと思います。現段階においてですね、仮定のご質問にお答えするのは差し控えた方がいいと思いますが、いずれにせよ基礎的財政収支赤字の半減目標達成に向けてですね、しっかりと努力していく必要があるということに尽きるんだろうと、このように思っております。今井君。明確にお答えいただいてないんですが、本当にこれだけは守っていただかないと、私もマーケット出身ですので、これが一つの担保なんですよ。だからここをもう本当に緩めてしまうと何でもありだなというふうに思われかねませんので、ぜひこれをやっていただきたいということです。でその上で、これは先ほど補正予算の、話が出ておりましたけれども、税収の上振れ分で補正を組めば問題ありません。しかし、赤字国債を発行して補正を組むということになると、今までの例で言うと補正、ちょっと数字今日持ってきませんでした、正確には。補正が執行しきれないで、結局来年度に繰り越しになる分が半分ぐらい出てくるんですね。で、これは執行ベースですから、補正予算で出た赤字の分は、2015年度のプライマリーバランスに反映してしまいますので、でそういう意味においては、そういう赤字国債を発行するような補正は組めないと。というそういうご認識でよろしいですか。麻生財務大臣。基本的に今補正を組むとか組まないとかいうような話を今の段階でちょっとまだ申し上げる段階にはないと思っておりますけれども、我々としては PBPB ってそのプライマリーバランスを2015年までに対2010年度比で半減するというのをコミットしておりますので、そういった意味ではそれを実行する上で我々としてはきちんとやっていかないかんという立場にありますので、その時に今のあれを迂闊にやりますと PB バランスが逆に予想より赤が増えるということになりますので、迂闊なことはやれるわけにはいきませんので、重々景気を判断しながら上振れ分もいろんな分も計算して今からよく詰めてみなきゃ、今の段階で確たることを申し上げるわけにはいけませんが、ただ安易に赤字国債を発行するということはコミットメントに反するということをはっきりしております。今井君。今大臣の方から安易に赤字国債発行するとコミットメントに反するという明確なご答弁いただきましたので安心でありますけれども、来年度 その冒頭に出てくるかもしれない補正予算ではもうくれぐれもこの約束を保護にしてしまうような予算編成だけはしないでいただきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。次に今日は石破大臣にもいらしていただいておりますので、地方創生について少しお伺いをしたいと思います。まずこの法案なんですけれども、よく中身がないと言われますが、今回は本